ショーの技。人と一緒にやるの嫌いなんですよ。一人が好きなんですよ。移動の日もあるからもうほとんど。そうね、1年のうち3日に2日歌ってた。そうですね。原発から40〜50キロのところにあるんですよね。僕らが戦後歩んできた道は本当これでよかったのかなっていうのを、去年の11月にやっと還暦になってですね。ありがとうございます。ちょっと嬉しくないんですけどね、還暦になってからってまた一歩死に近づいたなというそういう感じですけど。カンパーウチだ、死なないぞ。